ミキサー使います。ちっちゃいミキサーですね。このマジックシェイクボールを使って氷を入れずにシェイクしていくっていう。面白いもんで多少まろやかになってますね。なんかこう柔らかく香りがふわっと上がって柔らかく、やっぱ香りも結構重要な要素なのかもしれないですね。やっぱり何らかの影響がある感じはします。もうとにかくその角が取れるというよりほんと風味がふわっと上がりますね。そこの方が大きい気がします。ちょっとグラス同じのがないんですけど、2つ目加水してみるという。まあシェイクするときにどうしてもシェイクすると氷が溶けて水が含まれると思うんですけど、まあその影響もあるんじゃないか説。はい。でそちらだいたいシェイクすると 10% から 20% ぐらい、 20% までいかないと思うんですけど、 10% から 20% ぐらいの間の加水量があると思うんで、今回そんな感じでやってきてます。ストレートはそのままさっきの使っていきます。はい。ちょっとこれ30入れたらきついな。20で、よいしょ。あ、ちゃんと測ればよかったな。ざっくりですいません。はい。まず、こちらを 20% こちらを 10% しましょうか。 20mm の、20% なんで 4mm、 5mm のやつなんで入れます。でこちらは、10% なんで 2mm と。じゃこれが 2mm ですね。はい、軽く鳴らしてこの前の、動画でもあったんですけど、アルコールは水に溶けやすいですね。だから結構しっかり混ざってくれると思うんで、馴染んでくれると思うんで、もともと水入ってますしね。はい。ではやっていきたいと思います。まあ、これが 20% いってみます。 10% からいこうか。 10% からいきます。うん、やっぱ全然違いますね。なんか単純にまあ水で薄まってるってところもありますしね。明らかにたった何ミリだかな、今2ミリか、2ミリリットルでこんなに変わるかっていうね。うん、あ、全然違うな。びっくりするぐらい違う。はあ、はあ、はあ、たった2ミリですよ。はあ、まあ、そう、 10% ってわけですね。総量対象 10% で、総量が20ミリなんで、それ2ミリも2ミリってなっちゃいますけど、ちょっと4ミリの方ですね。あ、うん、加水がすごいですね。やっぱりもう全然変わりますね。なんだろう、明らかにコシがなくなるという感じで言ったらいいんでしょうか。まあ、もちろん角が取れてるってそれを言うんだったらそれはそれで正解なのかもしれないですけど、まあ、とにかくすごい柔くなるというより、なんかちょっと腰考えなくなりますね。こうグッと芯があったものがしっかりと緩んでいく感じがしないでもないですね。うん、いやこれ思うと、こう言ってどうなのか、今言うべきなのかわからないですけど、ウイスキーでちょっと加水させて味が変わるっていうじゃないですか。あれ本当にもう一回加水してこうぐるぐる回すんじゃなくても、本当ブレンダーでブワーッと回しちゃって、ちょっとだけ加水してブレンダーでガーッと回してやると本当に香りがブワーッと立ち上がるんじゃないかと思うんですけどね。まあ、その辺壊れてしまう香りとかそういうのもあるのかもしれないですけど、ふと今思ったんで、はい。まあ、これは確実にこのコシ感がすごい変わります。はい、そういう雑な感想ばっかりですいません。はい、これで最後になるんですけども、温度による影響ということで、はい、これ違うな、はい、こんな感じで冷蔵庫で冷やしてたもの、それから冷凍庫で冷やしてたもの、それから常温のものっていう感じでちょっとやっていきたいと思います。ちょっとこれがね、あんまり入れてないんで、早めにしないと温度が戻ってしまうんで、ちょっと
早めにやっていきます。という感じで冷凍冷蔵でなっております。そのため温度確認していきましょう。お、いいとこですね。20度、常温のものが20度。はい、それからこれ冷蔵ですね。変わってくれ。お、はい、9度。冷凍ウォッカ、お、すごいな、こんなに下がるんですね。はい、-7度。すごいな、こんなに差が出るんですね。はい、ということで温度が戻る前にサクッといってみましょう。まずじゃあ先冷凍の方が多分温度が戻りやすそうなんで飲んでます。うん、これ-6度か。うん、一発目の飲みやすさあるんですけど、結局口の中で温度が戻ってくるんでどうなんでしょうね。ちょっと冷凍いきます。うんうんうん、まあですよね。ああ、なるほど。ちょっとさっきからずっと僕が飲んでるんで、なんかあんまりアルコール感じなくなってきた。まあなんて言うんだろう、あの温度がここ極端にこうマイナス6度か7度でしたけど、ここまで極端にこう下がっていくと、なんだろう、全てのものが閉じ込まるんで、角が取れたっていう表現っていうのとはまた違う感じがしますね。なんか単純に香りも何もなくなって、こう無味無臭というか、本当に何も感じなくなる。ただ冷たさを感じるのと、液体のとろみというか、そんな感じのものしか感じなくなりますね。うん、そういう意味ではその過度に影響というよりは、まあ確かにアルコールのトゲ感はなくなるっていう意味で、過度が取れてるって言えばそういうことなのかなっていう気はしますね。はい、ちょっと飲んでしまいますね。はい、アルコールの過度が取れる理由の検証中編、ご視聴ありがとうございました。まあ、一つずつの内容からするとそれほど、まあ分かってたよっていうような内容なんですけど、実際これまとめてみるとですね、で体感してみるとすごくシェイクに対しての奥行き感とか影響につながってくるんじゃないかなと思いますので、最後ですね、まとめになるんですけど、まとめとカクテルを作っていく動画なんですけども、そちらもご参考にしていただければと思います。まあ、ちょっと動画を見て面白いなとか思っていただけましたら、高評価チャンネル登録の方していただければ幸いです。ではご視聴ありがとうございました。